先生新年度始まりまりしたけどああ年度代わりですね年度代わりちょっと質問なんですけどね、うん、まあ今こういう時期で海外とか行けないじゃないですか、まあね、そうなんですよ俺もう1年近く日本から出てない,っていうのそうでしょもう悲しくてで家でさ、あのー、海外のさお札あるじゃないですか結構余ってますよね、うんうん、行くつもりにしてるから米ドルとユーロぐらいはだいぶ残してますけど、うんうん、あとタイバーツとかのはい、はい、まあ あとベトナム丼とか残ってますけど、うん、まあありますね私この間何調べたら結構あって、うん、それをだからしばらく海外も行けないから、うん、なんか日本円に買いたいたのと思って基本的に換金ができるのは札ですよねだから札、うん、でかつあんまり冷凍がよくないのもあるしあともう一つはあの銀行かもしくはあの最近まあちょっとあんまりお店は多くないけどあの まあ一応外貨扱ってるねはい、はい、外貨専門の両替の店とかできますがはい、はい、コインは基本的に受けてないので、ねうんうん、コインはどうするかって話なんですけどそ<う>ポケットチェンジっていうですねまあ旅行し脱ぎない人は割と海外旅行好きない人はご存知だと思いますけど、うん、羽田空港とか成田空港とか、まあ、いわゆる国際空港にカウン,カウンターじゃない自販機みたいななんか緑色の自販機かなあるんですけど、うん、その機械に、はいえっと、お金を札でもいいし。 コインでもいいけどれるとそれをんか他のものに交換してくれる他のものってのは日本で使ういわゆる交通系スイカパスモとかあとか楽天エディーから Amazon ギフトあとアップルの iTunes ギフトコードあとワンオン7個に変えられる対応している通貨が決まっているので全部が全部何でも。 メキシコペソはどうですかとか言われても困るんで <laughs> あともうなくなっちゃったあの何イタリアリラとかフランスフランとかドイツもあるとかそういうのはダメですけど、うん、まあ現行の通貨であれば、えっと、お札とコインと両体は米はル、米ドルからユーロから中国元から韓国ウォンは一応どっちでもいけるでお札オンリーは香港ドルからタイバーツ。 うん、うん、台湾ゲンそれからシンガポールドルうんからまあ初詣大好きベトナムドン、うん、はお札。お,札おで一部ダメなやつはちゃんとあのお札のちゃんと機械の中であの。 いわゆるあのそうちゃんとあの<ー>してくれるんでダメなやつは戻ってきますけどから偽札も戻ってきますけども持ってないと思うんですが <laughs>、まあ、ベードルの場合はまあなんかありえるっていう話は聞いたことありますがまあなんでこの時期にちょっとこう整理をして、うん、で昔は本当その何、ね、羽田と成田ぐらいしかなかったけど今ねなんか割と。 まあ、いろんなところの各地のスーパーとか、はい、そういうところにも一部設置されてるみたいかうちのスタッフによるとなんかあの新宿のゲーセンにもあったらしいんで、ね。うん あの緑色の機械なのでぜひあのそこを持って行っていただいて、次のお買い物に活かしていただけると。え、自分が持ってる例えばその交通系のねに入金される？そうそうそうあ、そういうことね。はい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 。Amazon ギフトもなんかレシートかなんかでギフトみたいギフトコードみたい出てきて、それを自分の Amazon のアカウントに登録するとじゃ残高はい500円分入りましたみたいなことができるので。超便利。ちょっとカーセレートとかそういうのはちょっといろいろ考えてねきりがないんですけど、まあぜひちょっとあのお片付けをして。そうですね。 えー、今言ったそのね各国の鈴鹿が見つかったら、うんうん、ぜひちょっと一度そこにもって行っ、はい、ていただいて換金 <laughs>、はいえー、していただけるといいかなと思います。はい、やってみたいと思います。オリン・高い木の検体しようぜ。 は特集です新入学新社会人の、ね、シーズンを迎えタブレットデビューしたい人に料金プランと一緒にご紹介したいいいと思いますはい、今日は、えー、ちょっとドコモさんにお願いして、えー、この2台をですね、はい、これと。 からもう一つは初のところにありますけど縦長の方のモデルですが、はい、8インチのモデルですがこれ、えー、どちらも D タブですねー D, タ、えー、D タブコンパクトと D タブを2台ご用意いたしましたえ今日はですね NTT ドコモのこの D タブをご紹介するわけなんですけど、はい、あのその前に最近のタブレットの様子をちょっと教えてください。うんはい、まあタブレットはあのプラットフォームがね、まあ、OS というかプラットフォームがいくつかあるんですけれども。はい 最も知られているのは、まあ、あの iPad、まあ、iPadOS というか iPad がまあよく知られていて結構幅広く使われていますと、ちょっとただ、まあね、iPhone と使い勝手同じなんで、うん、iPhone 持っている人がじゃ iPad を持っているパターン多いんだけどちょっとお値段、お高めでございますので、うんえー、そこはちょっと一つネックかなというところです。であともう一つは、やっぱりウィンドウズが、まあ、タブレットは結構あると。 うん、でこれはまあ当然のことですけど Windows7 まではまあ普通のパソコンだったのが8になってからタッチ操作に対応したんでそれ以降は増えていて特にえっと近年は、えーまあ、Windows10 に関してはもうタッチ当然対応してますから、えーまあ、マイクロソフトの SurfacePro みたいなタイプのいわゆる通院はこのモデルもそうですけどねベガッと外れますけどもこれがね、はい、<laughs> できますんで、まあ、これでまあお使いの方は同じようなお使いの方いらっしゃると思いますがこういうのも 増えていますとで他のメーカーさんもたくさんやってるとで3つ目とも言えるのはまあアンドロイドのタブレットでこれはまあアンドロイドスマートフォンと同じような使い勝手の商品ということになりますけど価格はまあその ipad とか えー、まあウィンドウズに比べると、はいまあ、少し多いけどウィンドウズはねパソコンなんで、まあ、ちょっとお値段高もちろん高いんですけども手価格も手頃でまで、あ、バリエーションも結構いろんなタイプがありますというところで今日はその、まあ、うちの1つということ二 2>,、はい、2つか2つになりますけれどもと、はい、ということですね、はい、あの最近のねアンドロイドタブレット。うんうん でどんんなな感じなんですかアンド i d タブレットは従来はだからファーウェイさんのメディアパッドが、うん、結構売れていてその後メイあのちょっと中身変えてメイトパッドシリーズでも出てきて、まあ、そこそこ人気があったんですけど、はい、最近はですね実は NEC さんとかレノボさんのラインナップが結構増えてると。うんはい、でまあ SIM フリーの LTE 対応のモデルもあったりするぐらいで。 ええー、まあ結構バリエーション増えてきてるんですけどまあ全体的に多いのはやっぱりまあまあ Wi-Fi モデルの方が多いかなという感じでまあ LTE ではあんまりまあ数はちょっと少なめだけどそんな感じなんですね<ー>、はい、えキャリアとかは扱うモデルとかなんですかキャリア扱うのはまあ一つはまあ今日のこの D タブシリーズあまあ今現行に機種ありますけれども、はいはい、ソフトバンクさんは、うん、えっとレノボさんの、えー、タブ5っていうのが一機種ありますはい。 au はキワタブっていうあのオリジナルのタブレットがあったんですけども、はい、これがあのもう一応あのオンラインショップで見る限り販売終了と、はい、ちょっと残念な感じですかね。ななんでなんででそうっっちゃったんですかあの、まあ、一つはですねここ数年ちょっとスマートフォンの、うん、まあ皆さんもよくお分かりだと思いますけど料金プランとか販売方法うん、うん、いわゆる電気通信事業法改正とかはいろ、はいろあ,あったんで。 ちょっとこういう商品の,その扱い方とかそういうのがちょっと若干こう影響を受けた今までだとなんかねあの販売奨励金つくからじゃあ月々サポートで安く買えますとかってあったのがなくなっちゃったんでんじゃあスマホ買うの1 0万円タブレットのためにまたそれに何万円みたいなのがちょっとやっぱりうんって思っちゃうんで。うんうん まあちょっとこう少し落ち着いちゃったというか、まあ、少し皆さん買うのが少し減っちゃったところもあったんだけどもあとスペックがスマートフォンはどん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 新しくなってどんどん良くなってけどタブレットはあんまりこうもともと製品の寿命が長いんであんまりそのスペックがどんどん上がっていかないっていうのもあるしまああとシムフリーさっき言った NEC さんとかレノボさんあとまあちょっとまあ厳密に言うとアンドロイドタブレットっていうのかっていうところはありますがあの意外にあの何でしょうアマゾンのあの <laughs>。 <laughs> ファイヤー HD っていうタブレットがあるんですけどこれが8インチ10インチがあるんですけどこれは結構実はまあそこそこやっぱり売れていてそっち側お買い求めになる方もいらっしゃってだからちょっとこうえーオープン市場向けもキャリア向けもちょっと若干おとなしい状況になってきていると。ところがまあ最近あのまあ各社の料金プランがいろいろ変わってきたりとか新しいのも出てきたりしたのでちょっとキャリアモデルがまあ選びやすくはなってきたと。あ,あと、まあ いわゆるそのオープン市場の SIM フリーの端末とか w i f i のモデルに比べると Amazon ああの FireHD Am は選べるんですがあのこういうのっていわゆるどこまで言うと携帯保証サービスが使えるんでまあタブレット当然あの使ってるとこう ねうん、子供が持ってて「ああ落としちゃった」とかって、ね、あ傷がついたとか割れたとかいう時に対応が取りやすいっていうのもあって、うん、安心して使えるという意味では、まあ、両方ともまあこういうそのキャリアモデルのメリットっていうのも実はなるほど ありますもちろんキャリアのアプリが使、ね、すぐ使えるというメリットもあるけど、まあ、まあキャリアもだんだんオープン志向なんで、うん、まあ今はあの Google プレイで普通に、ねうん、各社のアプリも落とせますけれどもちょっとそう,いう意味で言うとあらかじめ仕組んであるので、まあ、扱いやすいというところもありますというところですね。はい でまあ、今日2つ機種をご紹介したいんですが先に出たやつからいきますが、まあ、まずこっちからいきますかね僕の方の手元にありますが、はい、これ D タブ D A というモデルになりますと、うん、これ去年の夏に出たモデルなんですが、えー、と中身は実はシャープさんシャープは実は結構あの過去にもあの何アクオスのブランドで実はタブレットをやったことありますしもっと遡ると多分日本で一番最初にアンドロイドプラットフォームを使った タブレットを作ったのもおそらくシャープさんなので<う>、まあそこら辺はまあまあ今もねちゃんとあの Android のバージョンアップとか一番熱心にやってらっしゃるので、まあ安心して使えるところですけど、これはまあ10.1寸の。 えー、WUXGA 対応の液晶ディスプレイを搭載カメラは背面側これ800万画素それからインカメラこの真ん中の上にありますけど横長に置いた時の上ですね、うん、にありますがここにあるのが、えー、800万画素のインカメラから本体の中にはバッテリーは 6500mAh ラムは4 g ガ。r ロ m は6 4 g h で一応指紋認証対応 ipx5 防水 ip6x 防塵なので、うんえー、いわゆるキッチンでこうやって置いて使ってもらったりとかはい、はい、長風呂が大好きな。 初はこれで入って中で DTB ビールとか全然 OK ですみたいな感じになりますと大体お値段は5万円ちょっと切るぐらいのお値段 <laughs> 税込みですけれどもなりますとで一方初のところにあるのが、えっと、新しい、まあ、去年の、えっと、12月に登場した d i k タブコンパクトとこれはレノボの、えー、製品になります、はい、レノボはね、まあ、さっきも言いましたけどあの普通にオープン市場向けでたくさんタブレットを出してますし、えー、協業している NEC さんも、えー、Android のタブレットやってるんで、うん、まあ,あのそういう意味で言うと実績はちゃんとありますと。うん、でこれは8インチになりますだから一回りボディがちっちゃい感じになりますけどまあだから僕の。 方のこの10インチはまあ,まあ割とんだろう普通に家でも外でもみたいな感じだけどこれはどっちかととやっぱりまあおうでえだけじゃなくてどっちかとうとモビリティ重視の8インチの方はまあ外出先で使えます通勤通学で使えますみたいな感じですがカメラはアウトカメラが800万画素えとインカメラは500万画素で 5000mm のバッテリーに RAM4 ギガや ROM64 ギガで指紋認証顔認証両対応。 で、防水はちょっと抑えてあって、えっと、IPX3 とあと IP5X の防水だからまあシャワーがかかったぐらいは OK だけど、うん、お風呂のドボンはやめたらちょっとやばいかなって思っていただけるといいかなと、うん、なちなみに、えっと、今これは初の前に置いてあるやつなんですけどこれあの台下のこの台がありますでしょ。 これを見せていただくのわか,かるんですけど、まずこのくぼみのところ。ここそうそう、ここに端子があります。はい、あります。で、後ろ側を見せてくる背面。そう,そうそうそう。こんな感じになってます。はい。はい。で、裏側もちょこっと見せてくる?こ。こんな感じになってます。なので、<ー>電源ケーブルをここにつないでおいて。で、これは充電台になりますっていうことです。なるほど。だから、まあ、まあ、まあ、完全に充電台です。で一方、僕の方のやつは、これは何者か。っていうところなんですけど、はい、これは置いてあるのこれは、あの。 実はスタンドですこういうあのもう樹脂の軽いスタンドでこういう感じで後ろこうね足がこうこんな感じで、うん、で前のところのここにこうタブレットを立ててただのスタンドただのスタンド充電台はない充電はできませんので,でこういう形で、まあ、置いといてもらってで まあゆっくりダゾーンを見るとか、うん、ディズニープラスを見るとかっていう形で <laughs>、まあ、使っていただけるといいのかなっていう感じで、まあ、お風呂に持ち込んでいただいてお風呂にこれスタンド立ててじっくり見るのでも全然 OK ですけれども、うんまあ、そんな形の使い方ができますと、はい、ちなみに、えー、と発芽が持ってくれた方はこちらの D タブーコンパクト D42A の方はお値段は35,640円だから<ー>まあ割とお手頃で買いやすい価格かなと思います めちゃめちゃどっちもすごくいいんですけどこれの新しい料金ドコモの場合ですけれどもこれ d タブなんでドコモなんですけど今までんかタブレットを買うっていうと例えば普段スマホ回持ってまんそれ以外にもう1回線分の料金を払わなきゃいけないからこっちで6,000円7,000円8,000円かかってまた6,000円7,000円8,000円かかるのみたいな感じの。 イメージを持っている人が多いんだけどそれは昔の話今はどうなってるかっいうといわゆるそのドコモさんのギガプランえっとギガホギガライト 5G ギガホ 5G ギガライト 5G ギガプレミアギガプレミアも出てきましたれいわゆる俗にそのドコモさんは最近ギガプランって言い方してますけれどもいわゆるこのプランを契約している人に関しては。 タブレットを月額千百円の、うん、データプラスっていうプランがあります。はい、これに申し込むと、えー、データ通信料はこっちと共用で使うことがでシェアして使うことができます。じゃあ私がもし使うとしたら、うん、はい、そのプランを、うん このギガホにして、そうそう、して、で要は三十ギガもね、こう使ってなかったらこっちで使えるってことだよね、うんはい。そう、もちろんだから例えばスマートフォンで一月に十ギガぐらいで余ってんだけど、うん、と思うけど、別に残りの二十ギガこちらでお使いくださいみたいどうぞどうぞみたいな。いやめちゃめちゃいい,じゃい,いことなんで、だから例えばちょっと何電車で移動するときにこのスマホで見てんだけど画面ちっちゃいなと思ったら、じゃあこれを出してこれで動画を見ると。もちろんでその電子書籍。 電子コミックあたりも全然見てもいいですし、うんうん、ちっちゃい画面で見るでもいいけどまあでかい画面で見た方が楽しいですからそういう形で使ってもらうという形でいいと基本的にだから自分のメインの回線と、まあ、ペア設定をするという、はい、その親子関係になるそのペアの回線として1回線ただしこれ1 1一でしかできないんで 5G 企業のプランにデータシェアのこの を何枚も持つというのはできちゃできないで一対一しかできませんけど、だけど家族四人だったら別に仮に四人がそれぞれみんなギガホに入っていれば、別に一台ずつこれ持っても1000円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 なんでそれで払えばまあ一応一応まあそれでもできると。他の会社はどうなんですか？これね、あのまあさすがこの辺がやっぱり携帯電話会社の競争がしっかり。 ちゃんんんとととでできた結果なななののかかか何よくわりまませんが、はい、実はみんなやってますということでうだ,だから AU さんだとタブレットデータシェアプラン、うん、ソフトバンクさんだとデータシェアプラスという名称なんだけど、うん、同じように実はプラス1100円、うん、だからまあ本来のメインのプランは指定回線指定プランがあるんだけど、はい、それにプラス1100円で一、まあハードウェア別に買わなきゃいけないけど。うんうんうん あので使まますすとということを用意しています、はい、ちなみに MVNO、うん NO、はどうなんですか、NO、は、えっとまあ、会社によってだいぶ違いますけど例えばデータ通信のみというのはまあ今回の、ね、アハも以降各社が皆さん対抗で値下げしてますんで、はい、結構安いと容量はちょっとちっちゃいんだけど、はいえー、例えば IIG さん、はい、データ通信のみだと990円あの、うん、ちなみに当然税込みでございますので、はい、これから税込みで全部いきます、ね。税込みはい 990円で3ギガなんだけど、はい、キャンペーンで、えー、とプラス2ギガもらえるんで実質5ギガまで1月使いました、はい、それからあと、まあ、マイネオさんマイネオさんも結構安くて、はい、1>, 1ギガなんだけど、えー、880円かな月額なんで。 まあちょっとと安く持つことはできますただ容量はちょっと少なめになりますと今日はね D タブでしたけど、はい、iPad でもこのプランって選べるんですか基本的には、えっと、選べますもちろんあの親回線とペアってことになるんで、うん、例えばこれを持っていてこれを持っていてさらに iPad っていうのはできない,でできないけどで、まあ、まあ1台であれば1対<は> 1, 台1台であれば一応持つことはできるので、はいえー、できますし。 iPad は当然アップルのいわゆるオンラインストアとかアップルストアで、うん、SIM フリー版が買えますあ、うん、最近はちなみにユドバシさんとかはビッグさんでも買えますけどもこの SIM フリー版のセルラーモデルを買って、はい、まあ一応 SIM を、うんえー、このプラスのこのデータシェアで持って、うんうん、そ,その SIM カードを IPad に入れて持って使うことも一応できるので,でるまあその辺は自分の皆さんお好みで選んでもらうといいかなと思います。はい、では続いてはこの、D、タブののいいいいととこころろ悪お願いしますいくズバリ「いいところ悪いところ」ということで先生いいところからお願いします。はい いいところ、プラス1100円で持てる D タブ D41A でお風呂そして D タブ D42A でお出かけ1100円で持てるっていうのはもうちょっと知っていただきたい昔みたいにその1個タブレット足すとなんか5000円払うみたいな話ではないのでそこはなんかこうちょっとお安く持てるっていうのと今メインプランがまあギガホギガライト、まあ、ギガホだなどの力の人にとってはまあ非常にメリットがあるだろうと。それぞれぞに まあ、お家でもいいしお風呂でもいいし、はい、今年どうするのかわかんないけど、まあ、プールも行けるだろうし、うんまあ、いろいろ使い道あるし、うん、えーまあ、対環境ってほどではないけど一応水で洗っても安心って結構大きいかなという感じがあんでそういう使い方をしていただくと、うん、でお家に例えば光回線ないんですみたいな人にとってもこれなら安心して使えるでしょってことだしこっち側のあのところにある、えー、とコンパクトータブコンパクトの方はやっぱりカバンに入れてちょっとお出かけしていただいてね。 持ってね一緒に、ね。お天気のいいところでなんかコーヒーでも飲みながらゆっくり本読みますとかでもいいけども、<laughs> <ん>まあいい、ね、そんな感じのことをしていただけるといいのかなってことで使い道は結構多いんで、はい、ぜひあのお楽しみいただければなと思います。はい。はい、では続いて悪いところお願いします。はい、はい。悪いところ。Android タブレットをもっと広めて、そしてお値段をもう一息で今年は 5G を。 うん、そうなんですよねだからまあ 5G モデルもちょっと欲しいなあっていう気はしなくもないけどまあお値段が高くなるんだったら 4G のままでもいいけど、うん、まあみたいなとこですかねエリアが徐々にどこ、まあの場合は 5G の割合と周波数のみで一応展開するつもりなんで、まあ、しばらくはまあそんなにエリアは、ねまあ、限られて都市部に中心いうことになりますけども。うん、でアンドロイドタブレット結構いいその形になってるんだけどまあなんか 安売りとその低スペックで安売りなモデルがちょっと一時期氾濫しちゃったっていうのもあってあんまりなんかちゃんとした商品がじゃなかったのが、うん、まあ今このドコモさんは DTAB と DTAB コンパクトをやってるしあと NEC さんとかレノボさんとかが結構一生懸命やってらっしゃるんで、うん、まあこの辺のモデルがもう少しこう広まっていくといいなっていう感じがするのとあとお値段をもう一息っていうのは、まあ、確かにこの35,640円と4万9九0 0円。 円ってあんまり今あのどこぞの,のお役所のおかげであのなんか値引きあんまりできないんですけどもう5,000円ずつぐらい引きませんかみたいなねあの前回ちょっとご紹介したクロムボックあの値段で出してきてる三3万円のところのモデルがゴロゴロし始めてるんでちょっと考えないといかんかねみたいな感じはするんでまあ頑張ってくださいってことことまあいうとこですかねまあでも全体的に見るとまあ非常にあのまあそんなに苦があるモデルはな でまああの非常に僕的にはあの扱いやすくてちょうどいいモデルって感じだと思いますね<ー>はいなるほどはいではズバリこちらのタブレット、うん、どういう人向けですかまあどっちも一つ言えるのはあの一人暮らしとかでまあ光回線ないような見た人にとってはまあ回線ねプラス千百円で持てると結構大きいと思うし。 まああと11.11 11のこの普通の d タブの方はまあ結構守備範囲は広いのでまあお家に置いてもらってもいいしいろんな使い方ができるし子供のお勉強用とかのデバイスとしても OK だと思うしでコンパクトの方はまあ,まあ持ち歩きはこっちの方がモビリティ上なんでだからまあ今ちょっとねその皆さんテレワークリモートワークになってるけれどもまあ,あの 女性の方なんかあんまりね大きなものを家に置きたくないわみたいな人はこれでテレワークっていうのももちろんありだと思うしそういうそのリモートワークテレワーク用テレビ会議用端末としても一応ありだと思いますんでそういう用途も含めてぜひちょっと皆さんもご検討いただけるといいのかなっていうのと各メーカーさんはもうちょっと頑張っていろんなバリエーションを増やしてねみたいな感じのところではありますがぜひチャンスがあればちょっとね タブレットデビューも検討していただければと思います、はい、ニュース行ってきましたということで先生今回はどこに行ってきましたか今回はですね、はい、ちょっと前になります3月の半ばぐらいかなになりますけども、うん、ソフトバンクでですね、はい、次世代電池の説明を聞いてきたので、うん、その話をちょっとお伝えしたいと思います次世代電池って、うん そそそそそのバババッッテテリリー電池ですかうう、うう、ソフトンクがちょっと何かねあんまりピンとこないお話なんですけど投資会社のソフトバンクグループの方ではなくて親会社ねの方じゃなくて通信のソフトバンクの方の会社が実はその次世代電池を開発をいろいろ取り組んでいるっていう話なんですけどこれ何か 話ですちょっと一番わかりやすいネタで言うと、うん、ソフトバンクって実はあのハポスモバイルというですねいわゆるあの空飛ぶ基地局よく何だろう世界一周しましたみたいな飛行機あの太陽電池で世界一周しましたみたいなのあの翼のめちゃくちゃ長い、うん、あんなような飛行機を作ってですね そこにあの基地局乗っけて飛行機から電波飛ばしましょうみたいなことをやってるんですけどまあそれあのまあ今いろいろね実証実験とかいろいろハワイとかで飛ばしてるのかなやってるらしいんですがあの実は災害時なんかにまあ例えばちょうどね今あのも,うもう10年東日本の震災ってるの時にねんか機関の,その光ファイバー切れたりとかいろいろありましたとその時に各社いろんな形でやっていていろんな今もこの10年でいろんな対策をやったんですけど例えば KDIS さんなんかはあの。 海上保安庁の船に基地局つけちゃうとか <laughs> いろいろねみんないろんな工夫をしてるんですけど、まあ、ソフトバンクさんはちょっとハプスモバイルっていうのをもう少し広い日本だけじゃなくていろんなところを含めていろいろ検討しているところなんですけど、はい、これあのー、まあ飛ばして電波飛ばしましょうって話になってくるんだけどまあバッテリーが必要で長持ちするバッテリーないと困るよねとか、うんうん、パネに多陽電池ついてるけど多陽電池とじゃあ 二次電池いわゆる充電できるバッテリーっていうのはあ,あるんだけどこれちょっと長い時間飛ばすの大変よねみたいな話とかあとよくあるのは自動運別になんかハツが例えばどっかへ遊びに行くのにゴルフ場に行くのに自動運転するっていうレベルの話ではなくてもうちょっと身近なレベルで東京と大阪の何だろう 倉庫と倉庫の間をトラックで自動運転するとか、はい、まあなんかすごい先の世界でいうとじゃあそれ車じゃなくてドローンでいいよねみたいな話で<ー>じゃあドローンで A 地点と B 地点の間こう物を運ぶのどうするのみたいな感じのことを考えるとか、うん、まあいろんなことを考えてるんですけれども、うん、そのためにとにかく二次電池いわゆる充電できる電池っていうのがないと、はい、性能がいいやつが出てこないとちょっと困るよね、はい、っていうんでまあそこにいろいろやりましょうというお話でございます。 あの技術のことねあの全然わからないんですけどね、うん、まあそういうのってもともとさ電池をさ作ってる会社とかがやるんじゃないんですか電池って実はその充電できるものって古くはいわゆる車のバッテリーのいわゆる鉛の電池もあるしその後充電、まあ、要するに電池だな充電できる電池としてデジタルカメラとかいろんなもので使いました日課度。 あとニッケル水素、はい、今もね炭酸のニッケル水素とか皆さん充電してうん、うん、多分使ってらっしゃると思いますがそういうのがあって、まあ、あとスマートフォンでも使われているリチウムイオン、うん、でこういうのがあって、まあ、既存のメーカーさんこういういろんな電池をいろいろたくさん手掛けていて、まあ、割と見据えているのは、まああのまあ、テスラがあるように、まあ、いわゆる電気自動車とかさそういうのは当然狙っていますと。でこれも実在電池でよりねいい性能のものとか、ねうん、何回もできるもの。 いいろいろ使い道を考えて、まあ、いろいろやってるんだけど、うん、ソフトバンクの,その場合は既存のメーカーとちょっと違う方向でアプローチをしようとして、うん、何をしてるかというのはちょっとなかなか難しいんですけどいわゆる高密度エネルギーの電池を開発ししようととてると、うん、ちょっと難しいんですけどいわゆるこういう僕らが使っているスマートフォンの電池とかそれこそあの車のね EV、うん、日産リーフとか。うん まあ、テスラもそう、はいまあ、みんんな電池積んでますと、はい、でこういう電池って大体エネルギー密度っていうのが、まあ、バッテリーの性能を表す値としてあるんですけど <laughs>、うん、これが3 0 0ワーパーキログラム1キログラムあたり3 0 0ワー <laughs>、まあ、だからねの出力が得られるっていう性能だそうなんですよ。でそれをスマートフォンだと大だ体いい4500回ぐらい充放電が出せると。はい まあ再充電ができます。で、EV はもうちょっとこう充電回数多いんで、まあ車もともとロングライフじゃないですか。うん、スマホはね、まあ長使う人は七八年使うけど、まあ普通はまあ二三年ぐらいで買い替えるから、うんうん、車はやっぱり十年ぐらい下手したら乗っちゃうケースもあるんで、はい、そうするとまあもうちょっと充電回数なきゃいけないんで、まあ八百回とか千回ぐらい一応できるようにしてるそうなんですよ。はい、で、これに対してソフトバンクがその今次世代電池として開発しているのは、充電できる回数は スマートフォンよりも少ない回数は、うん、なんと回回から400回ぐらぐい、うん、その代わり、うんえっと、エネルギー密度は今、はい、さっき言ったスマホ用が300って言ったじゃないですか4 0 0ログラム要するにもう1 0 0ト分出力が高いでこれをさらに5 0 0ト1 0 0 0トと世代を追うごとに 伸ばししてていこうとしてるうだから充電できる回数は限られてるかもしれないけどその代わり,代わりめっちゃ中にエネルギーをたくさん蓄えた電池を作る用具に今計画をしてそれをできてからそれをだんだんこう寿命を伸ばしていく方向を探っていこうということなんですよ。じゃあこういう、ね、そのバッテリーが、ね、この実用化されると、うん、今後どういうことに生かされる まあ結構範囲はいろいろ広くてさっきのねハプスモバイルもそうなんだけど空飛ぶ基地局もそうなんだけど結構身近な例で言うと最近よくテレビを見てるとなんかこういう時代なんであの人手をかけないでいろいろやりますって言っててなんかドローン飛ばして農薬撒いたりとか荷物運べますとかいろいろやってるじゃないですか。 あれそうはいつ実は三十分ぐらいしか飛べないんですよ。ららららドローンで配達とかっていうと無理だよね。だから例えば離島のあそこの見えるあの島まで運んでくださいってわかりました。バーンって行くんだけど <laughs> 帰ってこれないんですよ。れないね、<laughs> 向こうでもう一回充電してとかって帰って来ないですよ。そう。えそれは困るよねっていう話なんで、しかも荷物運ぶわけだからそれなりにこんそ,その パワーがいいるるわわけけですですよ、ね、重いも,のも運ぶ可能性あるわけなんでで、はい、じゃあどうすんのってう話でこれがだから仮にさっき言ったその世代を追うごとにっていうやつで一番いった 1,000W、はい、だから今の3倍以上の、えー、エネルギー密度があるようなバッテリーがもし実用化されると2時間ぐらい飛べるそうです。で そうすると例えば離島で何か所かと,とこことあそことあそこ行って帰ってくるぐらいのことができちゃうということなので割とそのーでのもあるとその他にもいろんなことに例えばお家に置いとく蓄電池に使いましょうっていう考えがあってそれも今までだと電池の大きさ電池のこの,この大きさの中に蓄えられるエネルギーがまあ何で例えばお家の電力の。 例えば2時間分しか駄目だっつったけど高、うん、密度エネルギーになってくるとそれをよりたくさん例えば3倍ぐらいだった例えば今までは2時間だったけど6時間分も持ちますになるかもしれないし、うん、もちろんそこにはなんか水素を反応させてみたいな電池も世の中にはあったりするんで、はい、ちょっといろいろ使い道はそれぞれ違ってくるんだけど。電気を蓄えるもののとしての ところに、まあ、高密度のものもを開発してやっていきましょうっていうのが、まあ、ソフトバンクさんの取り組みでちょっと面白かったのはその次世代ソフトバンク次世代電池ラボっていうのを、はい、まあ今回設立したそうで、はい、あの電池の技術ってもう本当にいろんなところで、まあ、電気だからね、うん、一番身近だから、うん、いろんなところで研究してるんですよ、うん、企業もあれば研究機関もあるし学校もあるし、うん、大学とかね。 そういうところと、まあ、実際にいろいろやり取りをしながら情報交換しながら、まあ、ラボでテストしたりしながら、まあ、一緒に返していきましょうみたいなことをやるそうなんで。はいうん、今の段階ではじゃあ あのスマホの電池が1か月持ちますっていうふうになる話ではないんだけど <laughs> ないんだけど <laughs> ももどっちかっいうとそういう話ではなくて,なくてもうちょっとまあ違うアプローチで今やろうとしてるんで、うん、まあちょっとソフトバンクさんいろいろ最近ねこういう基礎技術を研究をいろいろこうお金を落としてるので<ー>、えー、ちょっと面白そうなんで、はい、あのまた別な機会にもね新しいのがあればご紹介しますけどこんな感じでもしかするとそうね。 たったらお家にドローンでスマホが配達されてくるようになるかもしれない。なるかもしれない。もしあ、<laughs> そのためには家の屋上にあのドローン用宅配ボックスが必要になる。<laughs> ということで、うん、あのちょっとソフトバンクさんの次世代電池のお話でございましたので、はい。もしあのご興味があればあのケ、はいえータイの方にも記事は出てますのでぜひご覧いただければと思います。はい はい今回はですねこちらの「d タブ特集」でしたけどもプラス円で持てると、まあ、値段はね4万5万円っていう形になってますけど、はい、まあでもまあ,あのリーズナブルだと思いますんで、うん、この額帯「がんばくもう本当はもう5,000円ずつぐらい引いてくれると嬉しいんだけど、うん、まあでも安く持てるようになってきたんで、はい、ぜひそういう形で,うで、ね、あのこの4月から新しく会社に入ったんだけど。 レテレワークですみたいなことになった時はまあこれをとか前回ねご紹介したクロームブックも含めてまあ検討していただけるといいかなと、まあ、あの会社に買ってくださいっていうのももちろん新入社員がいきなり言うのは無理か持ってないんですって言って言っねおねだり私もおねだりしちゃうがうちのスタッフにしょうがないな <laughs> まあお子さんが持ったりとかするのにもありだと思いますので、はい、ぜひちょっとね チャンスがあれば触っていただいて、うん、自分の料金の見直しのついでに、安くなった分をこれでいくみたいな、はい。それも含めて、一応検討していただければと思います。はい。はい